はようございます。のりまるです。今日は2019年5月の13日週明け月曜日ですね。今時刻は朝の9時21分です。今日も朝のチャット観察行ってみようと思います。よろしくお願いします。先週1週間、先週の月曜日、連休明けですよね、10連休が明けた、その翌日からチャートが始まったわけですけども、大きく下に窓を開けてね、この111円という、節目のラインを割ってきたと。そこから結局のところね、高値をずっと切り下げてきて、安値も切り下げてきて、それを更新することができずにずっと下がってきたわけですよね。で、一つの110円という節目のラインも下がってきたチャートなんですけれども、今いる値段っていうのがここですね。日足レベルの抵抗体、強く意識された部分っていうところで、週を明けたっていうところもあって、こういったところでね、一回こう下げ止まりを作って、例えば4時間の戻し、日足の戻しを作っていくよね、買い戻しが想定できそうな流れ、疑っていきそうな流れっていうのをね、疑っていく、1週間にはなるのかなと。で、仮にこのライン、今ここにある下にある抵抗体が、109.6 円ぐらいですよね。で、これが日足の目標にあると。で、そこと110円っていうところで今現状こう揉み合いをしていて、ここですよね、レンジを作ってきてると。何度かこの反発の力があって、110円、これ、ここね、上がっていったんだけども、ここで2回ほど売り落とされてる。現状やっぱり110円付近っていうのが割ってきたっていうところで、強いね、レジスタンスとして機能してるっていうのはチャート見れば明らかですよね。で、今朝方の動きで下に窓を開けてスタートしたと。先週と同様ですね。下で窓を開けてスタートした。かなりね、売り意識が強いなっていうところは、このチャートを見ても、この動きを見ても、明らかには部分ではあるわけですけども、例えばこれ1時間足レベルで、こう、ダブルボトムを作ってきている流れもあって、これが日足の目標っていうところも、加味すると、このあたりからね、反転していく可能性は、十分考慮できるかなっていうところですね。で、今一旦下に窓を開けてスタートしてますけども、この直近安で、これをね、抜けないような流れになってくると、こう安値を切り上げていくような動きから、ここから例えば110円を回復して、一旦の強い戻しが発生する可能性っていうのを疑っていけそうな、そんな週明けっていうのがね、一つ予想できるのかなと。ちょっと今ね、強く下がってきたんですけども、はい、これですね。今1分足、ドンと下がってきてから、この戻り高値今超えていったっていうところですね。このあたりが意識されてるのかな。ちょっと1回スカイのエントリーしますね。はい、損切りはこの直近ですね、109.5957 付近で、1回損切りを置こうと思います。マイナス10ピップスぐらいですね。はい、今9時24分、東京市場がね、開いた時間帯ですね。活発に取引が始まっている時間帯で、仮にここで反発するようなことがあれば、今朝方に上げたこの窓を埋めて、例えば110円切符までね、このレンジの中、1時間30分足レベルのレンジの中を、下から上に向かっていく可能性は高いのかなと。で、上位足レベルで見ると、この110円の少し上、110.25 とかね、30とか、そういった部分に意識されたこの抵抗体、110円からこの 110.3 円付近がね、次の上位足レベルの抵抗体になってくると思うんで、こういったところを抜けてくると、例えばね、先週に上げたこの窓を埋めるような、動きもありそうですけども、現状はまだまだね、強く売られている流れがあるので、目標にするにしても、この110円近辺にしておくのが、無難かなと。今で言ったら、この窓を開けていった、先週の終わりにですね、109.92、このあたりまでの目標を見据えて、そこまで、20ピップスぐらいですかね、狙えればいいかなと。レンジの中、短期足レベルで、このレンジを作ってきている、底根圏の動きとして、一回ね、今、買いのエントリーをしてみました。はい。で、その後なんですけども、今見たようにね、ここで、日足レベルの抵抗体、この 109.6 円、109.7 円近辺というのが、日足レベルの抵抗体というところで、ここからの、反発というのはね、十分想定できそうな流れというところと、やっぱりこの今の流れというのは、もうすでにね、日足レベルのトレンドを崩壊している、レンジを、天井圏を作ってきたところから、かなり強く売り込まれているというところがあるので、戻しをつけた後に、最終的にはこの戻り売りを狙っていきたい。仮に上がっていったとしても、111円。今でいうと、110.3円付近というのは、かなりね、強く売られそうな場面なので、
この4時間足11の安値を作った、まあ、戻り高値、この辺りですね。この辺りに今一つの目標を見据えて、強烈に強く売られた後なので、まあ、横の動きをするっていうのも、まあ、一つ想定できる流れですし、反発したとしても、まあ、ある一定まで来ると強くこの戻り売りが入ってきやすいっていうところでもありますし、まあ、本命というかね、トレンドフォローを考えていくとすると、まあ、上がってきたら売りたいなっていうところはあるわけですけども、今いる位置っていうのが、まあ、日足レベルのその目標っていうところもあって、この辺りで、まあ、一旦の、まあ、買い戻し、まあ、反転、利確を取った買いっていうのが、まあ、入りやすい場面っていうのもね、まあ、考慮していきたいっていうのが、まあ、今朝方、週明け月曜日の流れにはなってくるのかなと。でこれはまあいつもの通りというか、まあ、週明け月曜日の特徴でもあるわけですけども、まあ、窓を開けたりとかね、まあ、値が飛んだりとするところは、まあ、最近の動きとしてもよくあるところで、これから落ち着いてくるのが大体ね、火曜日とか水曜日とかそういったところなんですよね。なんでそういったところまでこの底、まあ、109.6 円近辺で、まあ、じわ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 動いてくる可能性もありますし、30分1時間足レベルのこのレンジの中で、まあ、ひとまずこの窓を埋めてからこのレンジを継続していって、まあ、その後どちらかの方向に動き出すってことも考えられますし、まあ、それどちらの方向でもね、まあ、ついていけるように様子を見ていきたいっていうところですね。今一回このレンジの中というイメージでどんと朝方にこう下げてきてくれて、このサポート直近ですねに接近してきた動きなので、窓を埋める動きと、まあ、110円に、ね、向かうようなサポートからの反発を狙って今一回買いの一人をしてみました。で、まあ、この継続でね、まあ、この後、まあ、110円近辺の動きに、まあ、注目していきたいなというところですね。でもちろんですけど、あともう一つ想定できる流れとして、直近ですね、109.947、これを抜けて、まあ、じわ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 こう下落の流れを作っていくっていうところですね。こんな感じで、こんな感じで、まあ、こんな流れになったとすると、まあ、そのままこう、まあ、じわ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 ね、まあ、下がっていくっていうことになるわけで、直近の安値を抜けていくことになれば、今度はね、この日足レベルの抵抗体、これがまあレジスタンスとして機能するっていうところですね。主に 109.7 円近辺ですね。以前見ていたこの日足のひげの先、以前そこを打ったこういった位置とか、この強烈な下落からトレンド転換をしていて、もう締め買いが入っていった位置、こういったところっていうのが意識されるので、下がっていくとすると直近の安値を抜けてからそういったところのね、戻りが入ったところで、まあ、再度打っていくチャンスを見据えていきたいなというところですね。今の流れからするとちょっとね、一回強く反発しやすいそうなので、まあ、直近安値を割り込むっていうのはもう少し先になりそうですけれども、もう今、仮にね、これがまあ切り上げていく流れになったとして、こういったところをね、まあ、下に抜けるような動きがあれば、この安値をね、割り込んでくる動きにもまあつながると思うので、まあ、そうなれば、再度ね、まあ、売っていくチャンスっていうのもまあ出てくるかなと。まあ、加えて言うと、まあ、110円近辺では現状ね、かなり強烈にレジスタンスされているので、まあ、110円近辺からは、まあ、再度ね、まあ、1回この売るチャンスっていうのは、まあ、十分あるのかなと。まあ、狭い範囲ではありますけれども、40ピップスぐらいですかね、もう上から下までのこのレンジっていうところをまあひとまず想定して、まあ、チャート見ていきたいっていうところですね。まあ、その後はもちろん高値を抜ける、安値を抜けるっていうところから、そのトレンドフォローっていうところを見せていきたいなと、こういったところですね。はい、ドルに関しては以上ですね。でもう一つユーロドルです。ユーロドルは先週の流れからこの持ち合いをね、一旦この上に抜けてきたっていうチャートなんですよね。日足の流れを見てみると、まあ、高値をね、こう切り下げてきたっていう動きがあって、安値も切り上げてきたっていう流れがあって、ここでちょっとね、あの三角持ち合いの様相ができてた。ただ週足レベル、上足レベルの流れで見るとずっとこう下落の一途をたどってるっていう、そういったチャートなんですよね。はい、まあ、ずっと売られてると。ただその動きが、まあ、徐々に徐々にね、上下の幅が狭くなってきていて、ちょっと、まあ、小幅な動きになってきてると。それを踏まえて4時間足レベルの流れを見てみると、まあ、一旦この下から切り上げてきてる流れがあって、ここでその持ち合いを、まあ、上に抜けてきたっていう動きなんですよね。なのでこの上に動き出した動きをもう締め買いを狙っていくチャンスが十分あるっていうところで、先週末はね、
買いのチャンスが あったかなっていうところだと思うんですけども、まあ、現状この切り上げてきている流れと直近高値ですね、この 1.12645 この辺りでまあ持ち合う様相っていうのが、まあ想定できる場面であって、今度はねこの持ち合いを抜けた方向についていきたいなっていうところですね。で現状一旦のこの押し目買いから上方向に、チャートが動いてきたわけですけども、この直近の高値っていうところとこの日足週足の切り下げですよね、こういったラインがまあ接近してきているというところ、まあ、上がりきった先にこの 1.13 から 1.127 ですね、こういったところに今上位足レベルのまあかなり強い抵抗体があるというところで、ここまで上がってくると、まあ、かなりね強く売られそうだな、上位足の方向性として、まあ、売られそうだなっていうのは、まあ想定できる動きですよね。でその動きを、まあ、捕まえやすい部分としてこの4時間の現状切り上げこれが、まあ、ブレイクするところ、ブレイクした部分だったり、今持ち合ってるこの3個持ち合いですよね、ここを、まあ、どちらにブレイクしていくのか、まあ、高値こうチャレンジしに行って例えばダブルトップを作るとか、こういうふうに以前売られてきたように強く売られるとか、まあ、抵抗されるとか、でそういった流れがあると再度ね、この強い売り戻り売りを狙っていくようなね場面があると思うので、このまま、まあ、高値、現状のレジスタンス抵抗体付近の動きに注目して様子を見ていきたいなと、この日足週足の切り下げっていうところと今現状この 4時間の切り上げですね、まあ、これを考慮して、まあ、こんな感じの、まあ、持ち合いっていうところから、まあ、強く売られそうな流れっていうのを、まあ、想定していきたいなと言ったところですね。まあ、狙いたいのは、まあ、こういうところですよね。まあ現状ね、その高値まで、距離が短いので今から買っていくっていうのはちょっと、まあ、難しい場面にはなってくると思うんですけども、例えばこう短期の切り上げをブレイクしたところとかね、レジスタンスで、まあ、反発を狙った動きだったりとか、まあ、短期足レベルで切り下げを起こすところだとか、まあ、そういうところで売りを狙っていけたらいいかなというふうには思ってます。はい、でもう一つポンドとですね、はい、ちょっとあれこれ線が引いてあるんで全部消しちゃいますけども、まあ、天井圏の流れ、今日足レベルの動きから切り下げてきてる、この 1.30 ってとこですね、これを一旦割り込んだんですけども、先週先々週と強くこうぐーっと反発をしてきて、まあ、反発をしてきたんですけども、この日足の切り下げに対しての、まあ、戻り売りですよね。これが入ってちょうど、まあ、68% 付近、そこからまあ戻り売りが入ってきたと、まあ、そのチャートですよね。で戻り売りが入ってきたんですけども、やっぱりこの以前抜けてきたライン、この 1.30 近辺ですね、ここっていうのは、まあ、再度こうサポートして機能しやすい場面であって、今そこでまあ耐えているというかね、この戻り売りが入ってきたところと下からのこの、まあ、押し目買いとか、まあ、まあ再度ねぶつかっているところですね。一旦この天井圏レンジを下に抜けてきたんだけども、この急上昇によって再度ここがまあサポートに今現状になっていると。で4時間足の4時間のこの切り下げトレンドですね、まあ、現状この流れで、戻り売りが入ってきたっていうところですけども、この直近安値だったりこの 1.30、まあ、直近安値 1.297 この辺りですね、この辺りで意識されてこう横の動きを作ってきているってところですね。で現時点でこの切り下げに当たってから、まあ戻り売りが入ってきているわけですけども、直近安値をまあ抜けるのかどうか、まあ、ここで直近安値を抜けないような流れになってくるとね、このトレンド切り下げを上にブレイクして上位足のこの押し目買いに今入っていくサポート 1.30 からのサポートからの反発っていうところが、まあ、疑える部分にはなってくるのかなっていうところですね。短期足レベルの流れで見ると今この辺りですよね、戻り高値 1.3037 とかね、その辺りっていうのが現状の、まあ、抵抗体なので、これを超えてくれば今こう底根圏のね、まあ、レンジを作ってますよね。で先週に作ったこの安値を、まあ、一応まあ今現状切り上げてきてる流れにあって、一旦こう下に窓を開けてから、まあ、じわじわ横の動きをしてますけども、さあこの4時間の切り下げと、まあ、直近高値、まあ、ここどうなるのか、ここでどういった動きをするのかなっていうところですね。うん、まあ、例えば
こういうね、まあ、下ヒゲ、まあ、現状抵抗体、まあ、この辺りにね、まあ、かなり意識されてる部分があると思うんで 1.2988 とかこの辺ですね、うん、その範囲のまあレンジっていうところで下がってきて、例えばこういうところね何度もサポートされるような流れがあれば、あ、まあ買うチャンスは十分ありそうですし、今はまあ4時間足の戻り入りが入りそうなところなんでね、再度この底を打つような直近安値、ね、まあ、今週の初めで、まあ、下に窓を開けてスタートしてるんで 1.29906 かな、その辺にまあ接近してきた時には、まあ、この辺りの値動きを、あ、まあ、抜けないような動きになってくるとね、そこからこの切り下げもしくは高値を抜けてね行くような流れっていうのもまあ一つ想定できるので、まあ、そこを疑ってこの4時間の流れっていうところにまあ注目していきたいなと、まあ、現状横の動きをしてきていて、まあ、高値からこう売られてきた流れが、まあ、次の動きですしね、あの向かっていきそうな部分ではあるので、チャンスもまあ十分あるかなというところですね。はい、で、まあ、先週様子を見ていたポンド円ですね、まあ、ちょっとだけ見ていこうと思うんですけども、かなり強く売られてきたチャートなんですよね。かなり強く売られてきたチャートで、まあ、日足レベルでこの直近の安値をまあ下に抜けてきたと、よいしょ、っとっとっとで、まあ、戻り売りを狙っていきたいなってところで、まあ、戻り売りが入ってこの日足レベルのこのレンジ天井圏から、まあ、かなり強く売り込まれてきたっていうチャートになってきてると、まあ、現状 142.235、まあ、ずん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 ね、まだ売りが進行してきそうな場面ではありますけども、次のまあ日足の目標とすると、まあ、この辺りですよね、141.3 円ぐらいかな、まあ、日足の底ですよね。ここで底を打ったところから押し目買いが入っていったところで高値を作った、あ、そういった押し目ですよね。その押し目ラインっていうのまで、そこまで、まあ、今100ピプスぐらい値幅があるのかな、まあ、戻り売りが入っていったとすると、まあ、こういったところまで、まあ、下がっていく可能性はあるわけですけれども、まあ、週を明けてきたっていうところだったり、かなり強く売られてきた流れから、その週を明けてきて、まあ、先週末からのこのレンジですね、まあ、ドル円と同様の流れをしてますけれども、この辺りで短期足レベルでこうレンジを作ってきてるっていう動きがあるので、仮にこれが戻り高値、直近高値を超えてくるような動きになってくると、一旦強くね、まあ、反発する可能性はあるのかなと。まあ今週頭の全ての通貨ペアに言えることですけども、現状ね、底値というか、あ、まあ、短期足レベルのレンジを作ってきている動きが、まあ、色濃いですよね。なので、まあ、ここ、まあ、安値を更新するのか高値を更新するのか、この狭い範囲で動いている動きを様子を見ていきたいというところですね。まあ、狭い範囲といってもこのポンド円に関しては今高値から安値まで100ピプスぐらいあるのかな、かなり、ね、大きい値幅をしているので、まあ、安い位置まで来れば、まあ、十分買うチャンスはあるのかなと。今ここでまあダブルボトムを作った位置から、まあ、徐々にまあ切り上げてきている流れはあって、ただここでね、今朝方に下に窓を開けたっていうところから、今現状としてはまあ相当、ね、強く売られてるっていうところですね。なのでまあこの切り下げをブレイクするような流れ、今はまだね戻りを狙っていける場面ですけども、戻りの目標っていうのがこの辺り 142.2 円、今いる位置からまあ30ピプス程度ですよね。もうちょっとあるか、50ピプスぐらいか。ただじゃあここから戻り売りを狙って、今ねこの4時間足の戻り売りが入りそうなところなので、まあ、そういったところまでじゃあ戻り売りを狙っていくのか、こういう切り下げですよね、まあ、こういう切り下げで、まあ、4時間のトレンドが、まあ、続いていくのかどうなのか、まあ、ちょうどねこの辺りで戻り売りが入りそうなところですよね。で日足レベルのじゃあそこ、この 141.3 円付近まで、まあ、売りを狙っていくのかというと、そこちょっとまあ様子を見ていきたいっていうのが、まあ、本心というかね、まあ、様子を見ていきたいっていうところにはなってきてるのかなと。まあ、その理由としてはね、30分とか1時間足レベルでずっとこのレンジを作ってきてる、まあ、先週1週間ずっとかなり強く売られてきたわけですけども、最終的にまあ週末に向けてこのレンジを作ってきたっていうところで、まあ、またね新たな動き出しを週明けにまあ、狙っていくような展開っていうのがね一つ想定できるので、まあ先ほど申し上げた通りね、まあ、現状レンジ、このレンジの範囲をまあどう見ていくのかなっていうところですね。なのでまあレンジサポート 142.5 円ぐらいですかね、この辺りの動きっていうところに
注目して、他にこの短期の切り下げを、まあ、ブレイクする、まあ、切り上げを作るような流れがあれば、そこからはね、まあ、十分向かっていくチャンスがあるのかなというところですね。先週1週間はいろんなリスク、まあ、テクニカル的な特徴だったり、まあ、ファンダメンタルズだったりとか、まあ、ネガティブなニュースが、まあ、多々あったりして、強く売られた、まあ、相当強く売られたね、1週間だったわけですけども、今週はその流れ、の、まあ、継続というよりも、まあ、一旦そのあたりでね、まあ、横の動きをして、まあ、次の動き出しに向かっていくことを、まあ、想定した方が、よりね、まあ、チャンスは多いのかなというところですね。仮にこのまま売りが進行したとしても、そこまでの力、下に掘っていくような、ね、まあ、力はなかなか生まれにくくて、結局まあ上足レベルの抵抗体っていうのはね、そこを抜けていくときにはやっぱりある程度の損切りを巻き込む、逆のポジションですね、買いのポジションを巻き込んでいく必要があるので、まあ、そういったことを考えると、ある一定ラインまで戻しをつけた後にね、まあ、流れのリズムとして戻ったら強く売られると、もう単純なんですけども、そういった流れを見ていく方がね、より優勢が高いかなといったところで、週明けの値動き見ていきたいなというふうに思います。はい、それではね、今週も1週間、今日も1日張り切っていきましょう。